私はデザイン、あとは、現代アートの原稿を書いているジャーナリストです。で今日はこちらのエクシームでデザインタイド東京のこちらのメイン会場のレポートをします。よろしくお願いします。こんにちは。ここはオングラウンドさんですね。オングラウンドはこのために結成されたチーム、特別チーム、友人ユニットですね。これは持ち込んで好きなところに立てて、中に入って空を見上げるテントです。ジッパーで中に入ります。家の中ではこれが閉まっていると、あ、喋りかけてほしくないらしいって思う意思表示も。これは、蛇腹状になっていて全部ポータブルに持ち運べる。おまけに抱えて公園とか行って、でそこでこうパンパンと立てちゃう。でこれ簡単に作れる、はい、立てられる。こちらですね、入り口が。そうですね。素材は何ですか、これは。面白い、なんか張りがある素材を使っていらっしゃる。これは、リネンと合成紙 の2素材を組み合わせて、間にファイバーグラスのカーボンファイバーの骨を背骨を入れてます。すごくよく考えてます。でも、軽くてしっかりしていて、蛇腹はきちんと作れる。で中に入って少々動いてもフレキシブルに対応して、とてもしなやかな構造です。閉めます。見えました？見えました。見えました。空が見えます。快適。いいでしょ、うん、ね、羽見えた、のりこさん。あ、羽が見えます。あつみともこさんのテントの中からです。羽が見えます。